国正美は、日本の舞踊家である。ウルサン出身。東京帝国大学卒。哲学博士。ウルサンの裕福な家庭に生まれる。富山中学校在学中に、西洋人女性からダンスの手ほどきを受けたのをきっかけに、舞踊に興味を持つ。開花派の一員だった父親から日本への留学を、進められ、松江高等学校を経て、東京帝国大学文学部で美学を専攻。 大学在学中に石井清の舞踊レッスンを半年間受け、1932年には諸女作憂鬱の競争曲を東大内のホールで発表し、定大生が踊ったことで周囲を驚かせた。1933年には無音楽舞踊作品の講演会を行い、大学に通いながら、夜はプロの舞踊家として舞台にも立ち始める。 1934年に大学を卒業し、私立大学の美学教師を務めながら、アイヌ舞踊を、はじめ様々な舞踊を学ぶ。1937年に、日本政府の奨学金により、フリードリ・ヒビル・ヘルム大学へ留学し、ナチス・ドイツの宣伝省が設立した当時世界で、唯一の国立舞踊学校で学び、ドイツ表現主義舞踊の指導者、ルドルフ・ラバンや、 マリー・ビグマンらに支持した。ドイツ、イタリア、ハンガリーなど、欧州各地で講演を行い、日本舞踊の指導者として活動するほか、朝日新聞の特派員も務め、終戦の1945年に帰国した。米国戦争情報局の資料には、国はドイツ兵のための従軍医問団の一員として、欧州各地で講演しており、アウィがドイツでの日本の諜報活動の 中心人物の一人とみなしていた、同盟通信社ベルリン支局長、江尻進の部下として、国の名前を記している。江尻と国は同年で共に、帝大卒であり、友人関係は生涯続いた。ナチスドイツ崩壊後、国はドイツ残留を望んだが、占領軍ソ連によって、日本へ強制送還された。帰国後は、 舞踊や欧州事情についての本を多く執筆したほか、国政さ舞踊研究所を開き、日本国内外で幅広いジャンルのダンス創作やダンス教育の活動を展開し多くの人材を輩出した。1960年代にアメリカに移住し、1965年にはカリフォルニア州立大学、フラトン校の名誉教授となり、後ロサンゼルスで 国ダンスファウンデーションを主催した。裁判年は日本に戻り、2007年4月4日、老衰のため99歳で逝去した。2013年、妻のエバラ富夫、理事長に、世田谷の自宅に、国まさび記念室をオープンし、資料の公開を行っている。ドイツ人女性ガブリエラ・ヘルベルトとの間に1941年に、儲けた息子の子に、 アメリカのコメディアンフレッド・アーミセンがいる。ありがとうございます。